ということで、はい、始まってますから。もう始まってるんですか？これ始まってますよ。この感じで行くんだからずっと。いいと思う。うん。今日は、これ一応、続けるかどうか分かんないですけど、うん。初回という体です。あ、この企画がね。そう、分かんないけど。記念すべき初回目、初回のゲストは、神田亮さんということで。どうも。いつもお世話になっております。うちのクラックポットが。本当に。これちなみにどういうことかというとね、はい、一人でインタビュー受けるの嫌だなと思って、うん、なるほど。そうそう、で、うん、あ、りょうちゃんとかと一緒に喋ったら面白いよねっていう、なんかこう化学反応が起きるといいよね。あとね、やっぱ最初から知ってるからね。そうだね、私を、ね、私も確かに。もうだってさ、クラックポットっていうアーティストが活動を始めて、うん、はい、本当に初期でしょ？そうだよ、だから何年だ？ 10年ぐらい、10年以上行くレベルある、本当に。俺最初にさ、その出会いはさ、出会いは弟かな。いや、まもチャットしていこうよ、そこら辺当事者が怒られる謎の構図が生まれてるんですけどね。いやいや、でもそんなこと、りょうちゃんもだってさ、本出すと思ってた出たな、ホームページって出るよ、ここに。 ありがとうございます。グルーブ、はい、レシピっていう、ね、グルーブのレシピ、ね、あのちゃんとクラックポットさんにもコメントいただいてねすげえありがたい。レシピ本って書くなよって思ったもんなんか俺がな、料理好きやっていうのもあって、なんかそれにちょっとなぞらえてうまいこと書いたっていうつもりで考えてたら、うん、タイトルがもうレシピ本で、そう俺が一番真面目なコメント寄せたみたいになっちゃったひねり、何のひねりも生まれなかったっ、うん、本当にそういう予定じゃなかったのよ。いや嬉しかった。いやいやいや、本当にありがとうございます。いや、とんでもないですけど。いや、逆にそれで欲してるよね。あ、そうなんだ、ね、その遊びをさ。じゃあよかった。なんかやっぱ俺あんまジャンルに、うん、なんだろう、ジャンルが定まってないから、うん、その曲で全然違う感じになってほしいって思ってる方、逆にね。だから、うん、あのそんぐらい余白がある方がやってて、はいはい、こっちも楽しかったりするんだよね。じゃあ余白がちゃんとあるん、余白ね、クラックポットの楽曲には。はいはいはい。それが多分いいんだよね。余白がある人たちのものを、うん、作るものを楽しんでたよね。そうだよね、うん、それがなんかちゃんと表現者の立場でもこう出てるのがすごいよね。いやいや、うん、手伝ってもらってますか。いやいや、もう微力ながら